改めまして明けましておめでとうございます。いつまでもバイクでチャレンジチャレンジさんです。イエイ。はい、冒頭ちょっとねエンジンかける様を映しましたけど、あの暖気しているところと信号待ちで、はい、なんかいまいち調子良くなかったですね、かけたばっかしの時がね。はい、まあそんな感じでね、はい、電熱グローブもつけて、はい、今日1月2日、広島地方、今日は快晴、明日は雨です。時間は今11時半ぐらいですね。はい、ちょっとね、本来は明日の1月3日に初乗りするつもりだったんですけど、明日が雨っていうことでちょっと今日プラッと一人で、はい、初乗りがてらシビ乗ろうかと思いまして、はい、エンジンかけているところです。まあね、本当この間直ってギリギリで直って年末の、はい、エンジンかかるようになりまして、ちゃんと走れるようになりまして、よかったんですけど、いやそのなんていうか11月の後半にキャブを外してからというもの1ヶ月半ぐらいもう全然 CB 乗ってなかったんで、本当久しぶりですよ。この間の日曜日、年末にちょっと近所一周ちゃんと走れるかどうか走ってガソリンついてきたぐらいでしてね、はい、乗るの久しぶりなんですよ。やっぱりいいっすね。でなんかねちょっとねまだ完全にキャブレターの調子が揃ってないのかな、悪くはないんですけど全然、はい、ちょっとゴロゴロ感ありますな。ちょっとある、もう少しセッティングとか詰めなきゃいけないかもしれない、という感じはしますけど、まあでも総じて悪くはないのと、やっぱり、キャブを外す前と比べると、明らかにパワフルでしてどんだけ調子悪いの我慢して乗ってたんみたいな感じではあります。で何に困ってたかというと、キャブだけの問題じゃなくて、直った時にですね、キャブを直してオーバーホールして装着してエンジンはすぐかかったんですよ。で、あよしよしってオーバーホール成功って、キャブレターも上手にオーバーホールできたんだねと思って、あとは微調整セッティングはしなくちゃねと思ってて、でキャブの同調を取ったんですね。そしたら、その時は良かったんですよ。あ、同調取れた取れたと思って、で次の日に試運転しようと思ってエンジンかけようと思ったら、なんかセルの周りが方がおかしくって、キュンキュンパスって電気が消えました。あれってこの電気の落ち方はメインヒューズだぞと思ってメインヒューズ見たら案の定30アンペア切れてて、それはまあスペアをあるんでつけたんですけど、したらすぐセルは回ったんですけど全然かかる気配がないんですよ。でエンジンかからない理由って2つしかないんですよね。燃料がいってないか電気が来てないかだけなんですよ。燃料昨日来てたの分かってるので、一晩で燃料が来なくなるってことはないし、まあ最悪タンクをつけて、その前の日はこうサブタンクをここからぶら下げてね、ちっちゃいのをね、で同調取るためのちっちゃいタンクをぶら下げてやってたんで、ガソリンタンク本来のこの今の CB のガソリンタンクではなかったので、まあ理由としてはガソリンタンクの中に結露かなんかで、水が溜まっていてというまあ状況で、その底の部分の、水が流れ込んでキャブの中に行って火が飛ばないっていうことは過去にもあったので、まあどうやらドレーン抜けば分かる話ですし、ドレーン抜いてねガソリン臭さがね少なかったらそうかなと思うんですけど、そんなこともなかったんですよね。であれってでプラグを外してチェックしたら火花が飛んでいないと、あれって
なんでって、で火花が4ついっぺんに飛ばない理由って考えますよね。そう、1気筒だけ飛ばないとか2気筒だけ飛ばないとか、そう、飛ばないところにイグニッションコイルとかが行ってると1、4が飛ばない、2、3が飛ばないとかね、そういうことじゃないですか。イグニッションコイル4つが、あ、両方が2個がいっぺんに行くことはまずほぼほぼないので、でスパークユニットだねって言われたけど、いやスパークユニットも4個分がいっぺんに飛ぶことはないよって、でずっと考えて、いややっぱりメインスイッチかキルスイッチかそういうとこで全部が 火が飛ばないことになってると思って、ここのね、キルスイッチをのラインをもう一回このライトの中もはぐってチェックして、で接点回復スプレーとか吹いて、通電を確認して、あ、火は飛びました、飛んだんですけど、問題が2つ出ました。はい、まず一番左側の液体があったかくならない、1個だけ、はいってそれともう1個は、ここの、スイッチからね煙がもうもうと上がり始めた、もわーって、何の煙って思って慌ててエンジンメインスイッチ切ったんですけど、はい、そんなことがあって、でと思っても僕が再チャレンジしたら、今度はここに火花が出てるのが見えて、ボッてやばいやばいやばいと思って切りました。で外してチェックしてみたら、やっぱ燃えてる風がどっかあって、どっか漏電してんぞこれと思って、で、確認をしたんですけど、それをどっかハンダ止め直すとかね、なんかそういうのに治るかなと思って中見たんですけど、よくわかんない、どこから漏電してるか、いろいろこうテスターって通電してみたんだけどよくわからないし、で4番1番っていうのはどっちなのこれの火が飛ばない、そこだけ飛ばないっていうのも気持ち悪いし、でこれはプラグコードかな、プラグかなって、1個だけってそういうとこしか理由がないよねってで思いながら、いろいろチェックを全部して、で結果的に、これを新品買いました。はい、 BMC が出している OW タイプのものですね。 CB750F と 900F1100F 対応してるやつですね。こういうハイスロー作るとつけると、こういうこの薄型の OW タイプが重宝するわけなんですが、おお、低加速するやないけい。はい、ということでね、そうなんです、速攻を変えたら4発ちゃんと火が飛んでですね、何の問題もなくなりましてですねというね、ドタバタ劇を年末から演じておりました。はい、でまあなんとか治ってということです。よかったよかったみたいな感じで、まあセッティングもねある程度だ、出しましてね、はい、油面が変わったことで、ちょっと油面をね全体的に高い低いばらついてたのを揃えたんですけど、14ミリぐらいに揃えたんで、14?15 だったっけに揃えたんで、はい、メインジェットをね、2番ほど大きい112番にしまして、110から112、この効果絶大でして、このアクセルの突きがもう全然ちゃいますね。はい、めっちゃええはい、それとね今日ね、なんかこうフレッシュな感じがするのが、実は、ミラーシールドからクリアシールドに今日なってるんですよ。はい、このなんていうの、眉毛のところにあるベンチレーションが壊れて、ミラーシールドの、はい、クリアシールドに変えてるんですけど、これよく見えていいね。
はい、188号線海沿い出てきましたね。はい、なんか天気いいっすね。CB はね、会長といえば会長なんですけれど、はい、2500回転以下のあたり、いわゆるアイドリング付近っていうかな、あの辺の回転のばらつきがひどくって、トルクがそこら辺が出てないですね。これは2500を過ぎると元気よくぶわっと吹けていく感じで、下がちょっと、はい、同調が取れてない、ボロ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 してますね。これもう一回あそこら辺は微調整しないと乗りにくくてしょうがない。普通こういう低い回転で流してるじゃないですか。なのでなんか乗りにくいですね。はい、そこら辺はまたちょっとずつ直していかなきゃいけないなーって、まあ乗ってみないとわからないですよね、これはね。はい、ちょっと近所ぐるっと一周したぐらいでちょっとわからない、出てこないですよね。ということでね、前はだからこうクラッチをつなぐだけぐらいで1500回転ぐらいでも十分スタートできるぐらいのトルクが下から出るぐらいピチッと揃ってたんですけど、今煽らないとエンジンストロークして止まりそうです。まあ自分のバイクだから人に貸すわけでもないし、人に乗せるわけでもないので、どんな状況でも乗れるんですけど、ちゃんと動いてますし、はい、問題はないんですけど、なんかイメージで言うとアイドリング付近が3気筒になってて、2500回転くらいから4気筒に戻るみたいなイメージね。うん、そういうバラバラバラってた感じがあります。でもう一つ、キャブの連結のところにこうバネがこう巻いてあってね、スロットルが戻すバネが巻いてあるんですけど、そこの巻く回数をねすごく減らしたんですよ。だから緩くなったのね、スロットルが。もちろん戻すのもゆっくりとしか戻んなくなったんだけど、まあ手でこうやって戻すじゃないですか、アクセルオフするじゃないですか。でするし、そのワイヤーちゃんと引いてればスロットルちゃんと戻るので、開きっぱなしってことはないので、逆にこの軽くなったことでこう長時間乗ってて二の腕とかこの辺がね釣りそうだったんですよ。前はもう年を取って筋力が落ちたのかも、落ちたことによって、それがね全然ね、スロットルの開き閉めが楽になりました怪我の功名みたいな感じですよね。あ、これ失敗したかなと思ってたんですけど、いや軽いのはいいよ、やっぱスロットルが軽いのはいいはい、潮風公園 U 道の駅にやってきたところ、山口の CB ライダーさん2台とお会いしました。 FC とインテグラ、もともとはインテグラだったらしいです。はい、綺麗な2台です。俺のいっちゃんボロちゃんね。はい、映りましたよ。オーナー一緒に映りますか？顔出しはしない方がいい？乗ってるところ映す。どうぞどうぞどうぞ。静かだな。何がキンキン言ってんだあれ。やっぱノーマルマフラーは静かですな。ノーマルマフラーやっぱ静かだね。いやーもうなんかもう相当昔に忘れた音がする。ではそういうことでまたどっか道で会ったらよろしくお願いします。はい、ということでね、はい、見事に CB ライダーさんと、はい、お話を捕まってというか。
はい、どこに行っても CB 仲間はいいもんですね。集めてなんですけどね、山口のライダーさんとお話しさせていただきました。はい、という感じでね、潮風公園 U でまったりとアイコーヒーでも飲むつもりが全然予定変わりまして、はい、なんか彼らは今から山賊に行くということだったんですが、はい、私はちょっと帰りに買い物をして帰りたいので、はい、ちょっと先に、はい、失礼させていただいて、4日の初乗り、もし お時間が許せばということでお誘いしておきました。はい、あと YouTube の、ね、チャンネルも、はい、勧誘して、はい、チャンネル登録者2名増やしておきましたということでございます。いや、ほんと調子悪い。これアイドリング付近がめっちゃ悪い。はい、ということでね、はい、潮風公園 U からね、の帰り道ですけれども、はい、いろいろと、初乗りといいますか、初乗り兼ねて、はい、年末からの整備のチェックなんですけど、もうして、まあ、いろいろ課題といいますか、問題点、はい、調整が可能なところがたくさん出てきて、はい、まあ、その辺の、ね、修正を、まあ、春までにちょっとずつ行っていきたいかなと思います。はい、今日は暖かくて、はい、天気も良くて気持ちよかったです。CB のりさんにもね、お初の CB のりさんにもお会いできましたし、はい、なかなか、はい、いい日でございました。ということで、今日の動画はこの辺にしておきましょう。ではまた、バイバイ。